皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日もね、やっていきたいと思います。えー、今日はですね、エンゼスオーナーモレノさんが、えー、まあ、インタビューにね、答えたということで、まあ、3年ぶりの、えー、地元記者とのインタビューで、ということでね、えー、まあ、結構長い質問、長い時間というか、まあ、それなりの時間インタビューに答えたということで、えー、まあ、その記事なんかも出てますのでね、そちらからご紹介していきたいと思います。 まず一番気になるところはね、大谷翔平との、えー、契約交渉は、えー、今のところなしということが書いてあります。で、まあ、モレノさんとしてはですね、えー、トラウトとこう、まあ大きなね、契約を結ぶ前にですね、えー、まあ行ったように、大谷は、えー、これが彼がね、望む場所かどうか理解しなければならないということで、えー、まあトラウトとね、契約延長した時も、えー、多くの時間を費やして、 で、エンゼルスに留まることを本当に望んでいるかどうかを判断したと。で、大谷翔平とはですね、まだその点には達していないということで、えー、まだですね、えー、お話ししてないようなことが書かれておりますね。で、まあ、モレノさんとしてはこの前からこうね、ちょこちょことインタビュー答えてましたし、えー、他のね、えー、ところでも話している部分でもあったんですけども、まあ、大谷翔平を残したいというところ、 そしてまあその自信はあるみたいなね、かなりの自信があるみたいなことも言ってましたけども、えー、今回それは大谷次第だということでね、えー、ただ大谷もここにいたいと思うに違いないと。でまあお互いね、えー、意見は同じで、まあトラウトと話し始めてね、えー、トラウトと多くの時間を過ごした時、えー、まあ私はね、えー、トラウトはか、あなたがね、決断しなければならないということをトラウトに言ったと。 で、まあ、えー、それもね、大谷にもそれが当てはまるということで、まあ、私たちがとりあえず大谷のね、代理人と話し始めると、まあ、大谷側はね、ここが彼の望む場所かどうか判断しなければなりませんということで、まあ、それは当たり前の話なんですけどもね。で、モレノさんは、えー、現在大谷とそのような会話をしていないと述べたが、えー、まあ、彼の側では、エンゼルスはね、それが必要であれば、 え、贅沢税をね、検討する準備ができているということも書かれております。まあもちろん大谷翔平をまあキープして、それなりのね、年数、それなりの年俸で取るとなると、まあ贅沢税をね、超えないといけないよねとは言われてますけども、それをね、実際できるのかどうかということで、まあその準備はできているということは述べたということですね。で、まあ現状、あの、エンゼルスとしては本当にうまく配置できていると、4年後のマイクと、 えー、あと、えー、レのね、契約を除いてですね、えー、私たちは実際に長期契約を持っていないと。まあ、トラウトと、えー、レ以外の長期契約は持っていないので、まあ、財政的な柔軟性を持つことができるということはね、えー、言っておりまして。で、まあ、モレノさんとしては贅沢税を超えるという話はね、えー、言って、で、まあ、商を取った場合はね、超えないといけないということなので、基本的にはね、超える準備はあると言いつつもですね、 チームがこう、超えていってですね、ペナルティが加算されることも、えー、まあ話題には上がってたんですけども、まあ、えー、モーレノさんとしては、えー、他のね、チームがこう、多くのね、支出をしてるっていうところは、もちろんメッツとかね、いろいろあるんですけども、ただ、えー、エンゼルスとしては、えー、予算をね、その、まあ、1億ドルまたは2億ドルもね、上回ろうとしているっていうところのね、チームがありますけども、まあ、エンゼルスとしてはそれはできないと。 1>, 1億ドルを失う立場にない。年間5000万ドル、1億ドルをね、失うことから始めて、ビジネスを維持することはできないということで、まあ他のチームみたいにね、いくらでも取ってくるということはないという方向性ではあるということですね。なのでまあ要は、大谷省へ残して、えー、贅沢税はまあ超えるとしてもですね、大幅に超えていって、まあチームを作り上げていくということはまあ、おそらくできないということですね。 だから、ま、そこはちょっと引っかかるかなとは思いますがね。えー、そして今年のエンゼルスの、ま、選手への給料はですね、1億1200万ドル現状。で、これはフランチャイズ記録。そして、ま、エンゼルスとしてはですね、えー、ま、収入の約60%を人件費に費やしているということで、まあ、今年ね、売ろうとしていましたけどもね、えー、ま、記録の給与ということにはなったんですよね。 まあだからまあその売るという最中であってもですね、エンゼルスが勝つための位置にいることを確認したから、したかったからだと述べたと。でまあ、チームをね、8月にチームを売却すると発表して、まあその時から1月にチームを市場からね、外すと発表するまで、まあ売るのをやめたと発表するまでの間に、まあほとんどのお金が追加されましたと。彼は売却しないことを決定した時にですね、チームを悪い立場に置きたくないと述べ、 その後、利用可能なすべてのプレイヤーがすでに他のチームに署名されていましたと。でシーズンがまあ終わるとすぐにですね、えー、カテゴリーごとに利用可能なプレイヤーを調べ始めたらしいんですね。でまあこの前そのターナーが欲しいとかっていう話が出てましたけども、まあ、とりあえずシーズンがね、終わったらすぐにそういうことをまあ始めて、まあ、私たちが持っていた、えー、穴のすべてをですね、まあペリーちゃんとこう話し合ってですね、 まあだからペリーちゃん側としては何が起こってもこのチームをですね、あの、勝つ方向に持っていくっていうところに、まあ、え、お金を使いたかったと。いうことで、まあ今回ね、分散させたということにはなったわけですけどもね。まあその形がまあ良かったんではないかということですよね。今回の補強に関してはですね。で、まあ、彼は、が、こう、売るのをやめたっていうことについてですね、まあファンはかなり失望したというね、 えー、そして大きな反発はありましたけどっていう質問に対してですね。まあ、私はね、SNS を持ってないのでということでね。まあ、何があっても幸せになれない声の、えー、マイノリティは常にいますということで。で、モレノとしてはファンは新しい所有者のもとで、まあ、物事がそれほど良くならないことをね、気づいたかもしれないと付け加えたと。で、まあ結局、えー、新しい人が来たらね、多分チームは、えー、チケットをね、あげたりとか、 え、いろいろな、えー、まあ飲み物とかね、そのビールを安くするとかっていうモレノさんがやってますけども、まあそういうのも金額が上がってったりとかっていうのはするのでね、まあ要はそれに慣れちゃっていたファンとしては、まあその点ではかなり不満を持つんではないかというね、まあその部分であってもそうなるんではないかということですよね。うん。まあただ、それね、言ってることはわかるんですけども、まあもちろんそのチケット代安いよねって思いますよ。もちろん、あのー、 内野席とかね。そこそこいい席でも多分150度とかなんかそんぐらいですよね。この前、あの、去年ですか、あの、見に行くっていう方がいたんでね。えー、まあ、そんなに高くないからいい席にした方がいいんじゃないですかね。なんていう話をちょっとしてたんですけども。コメント欄か、まあ、動画内かで忘れちゃいましたけどもね。だからそれぐらいまあ、チケットとしてはね、お手頃なんですよね。あのー、まあ僕、ヤンキースタジアム結構毎年行ってたんですけども、 まあその金額が比べるとやっぱ全然違いますよね。倍ぐらいは違うんじゃないかな。エンゼルスの例えばナイアセキスあるとしてもね。エンゼルスの内野席とヤンキースの内野席では多分一席あたり倍ぐらい変わってくるかななんていう感覚ではあると思うんですけども。まあだからそれはね、いいとは思うんですけど、ただまあね、おそらくエンゼルスのそのなんだろう、家族4人で行ってビールとドリンクね、2杯ずつ、 で、ホットドッグ4つと買って言ってね。で、いくらかかるかみたいなことで、球場別にね、去年かななんか出てた気がするんですよ。去年か一昨年ね。で、まあ、エンゼルスは、真ん中か安い部類ぐらいにいたと思うんですよね。うん。ただ、まあ、なんて言うんでしょうね。それはいいことではあると思うんですけども。ただ、このエンゼルスというチーム、大谷翔平ね、トラウト、レンドンってまあ、ね、それなりに、こう、王族って言われるね、お金をね、払ってる選手たちがいる中で、 まあその安いチケットを出してるっていうことでね。もちろんそのね、お安い価格のチケットが、まあどっかね、その外野の奥の方の席とかあるっていうのはまあもちろんいいと思うんですけど、まあやっぱりいい席はそれなりに取った方がいいんじゃねえかなっていうのは僕は思いますけどもね。でもって、ね、エンゼルスがこう勝っていって上昇のチームになっていってるんであれば、その高いチケットだってまあやっぱりそれなりの価値はあるから見に来ると思うんですよね。 で、逆にそのチケットめっちゃ安いなって言って、上昇のチームってあるのかって言われたらちょっと調べてないからわかんないんですけども、まあ雰囲気的にまああんまないのかななんて思うんですよね。だからもうちょっとね、席も高くていいとは思いますけどもね。まあそれビジネス的な観点からね、安くしてるとは思うんですけどもね。ただまあ価値があるものはそれなりにね、っていうところで取った方がいいんじゃないかなっていうね。 まあそうなってきたらまあファンの本気度も買ってくるのかななんていうふうには思いますけどもちょっとね。うん、だからね、やっぱりね、いい選手がいてまあ安く見えるっていいとは思うんですけど、ファン行く人からしたらね。ただもうちょっと取ってもいいかななんていうふうにはそこは思ってますけど、個人的にはね。でまああとですね、えー、マイナー選手の話ですけども、まあマイナーへの支出っていうのはまあ増やしていて、まあ今後もそうするつもりだというか。 いうことでね。まあやっぱり、マイナーのね、環境がエンゼルス、まあかなり悪いって言われてましたから、まあそれについてはね、ちょっと、エリーちゃんが来てからね、結構こう改善はしているみたいな方向でね、えー、行っておりまして。まあ、結局そこから選手が出てきて、プラスで補強してっていう風にね、ならないと強くならないんですよね。でまあエンゼルスはね、そのお金は使うけど、めちゃくちゃやっぱ使わないっていことなんで、 結局下から、有望な選手が出てきて、チームの軸になるような選手が出てこない限りは、バランス的にはやっぱり補強で賄うっていう方向にはなっちゃうので、まあそこですね。だからそこの大事さにはまあ一応気づいたのかなっていうことでね。うん。まあ結構こう、改善はしてきているということですね。それと、二2週間後にですね、2週間以内か、ニアナハイムの新市長と会談する予定であるということでね。 まあ、その、球場の部分とかね、いろいろなことが、まあ、いろいろ噂されていて、まあ、その辺の、FA、FBI と話があったのかとかいうことは、全くノーコメントということみたいなんですよね。まあ、話したことはないと述べたっていうのも書いてありますし、まあ、その辺についてはあまり話さなかったらしいんですけど、今回ね。ただ、今度、アナハイムの市長とお話はするということは述べているということですね。あと、今、あの、スプリングトレーニングやっている施設がですね、2024年の スプリングトレーニング後に、えー、まあ、アップグレードされるっていうことでね、まあ、施設が、あの、作り変わるのか、まあ、補修するのか、まあ、新しくなるっていうことで、まあ、そういうね、えー、点も述べられていると。あと、スキャックスの、えー、遺族がチームに対して起こした、えー、ね、裁判っていうところについては、まあ、コメントしませんと、えー、いうことですね。 ということで、まあすべてではないですけどもね、ちょっと抜粋してって感じですが、えー、まあ何を喋っていたのかっていうのをちょっとご紹介しましたけどもね。まあやっぱり一番あの興味があるのは大谷翔平のことと、まあそれについて贅沢税を超えるつもりはあるのかっていうところかなとは思うんですけども、まあなんかね、ねイメージ的にその、まあ他の記事っていうか、まあえー、どういうふうにね、ニュアンスで言ったのかって、え言うとですね、えー、まあ 長期的にね、維持することはね、どの程度優先されますかっていうことを聞かれてですね、大谷翔平を。で、まあ、彼は間違いなく最もユニークなプレイヤーです。おそらくトップ5または10のプレイヤーの一人ですと。で、それはビジネスですけども、私たちはまあ、そのね、交渉には座るつもりですと。で、大谷もここにはいたいはずだということでね、まあ、先ほど言った通り。 まあ、こういう形で、あとはまあ話の中で大谷翔平が決断を下さなければいけないということですよね。なので、まあそういう形なんですけども、まあなんか絶対にこう、延長したいというか、まあその自信があるっていう形で、まあ以前のまあインタビュー的なところではまあそういうふうに捉えてて、まあその前もなんかすごい自信があるみたいな感じだったんだけど、なんか今回はまあ、 大谷翔平もそうしたいはずだって言ってんだけど、なんかあんまり前の感じの自信は感じられないかなって、この文章からね。まあわかんないんですけど、どういう感じのニュアンスで言ってたかね。あの映像とかじゃないんでね。字なんで。ただなんか、うん、前は本当にどっからその自信来るのみたいなね。あの、契約延長できるみたいな自信を感じたんですけど、文章からもね。ただなんか今回はその、うん、そこまで感じないし、あと、 なんかそのね、他の記事書いてる方もね、そのトップ5またトップ10プレイヤーの一人ですとかっていう、ここの部分がちょっと引っかかったなみたいなね、書いてあって。いや、ナンバーワンじゃないんだみたいなね。うん。で、絶対取りに行きたいみたいなね、ところではあったんですけど。だから、要はすげー高い金を払って契約延長するかどうかって言われたらわかんないのかなと。要は他との争いでね、金額的な部分では、 まあそこまで争わないのかなみたいなね。まあビジネスですって書いてあるしね。チームとしてこれぐらいは出せるけど、これ以上はいけないみたいな、まあ、ラインがあって。うん。まあ他のチームがこう、釣り上げてきた場合はそこまでは出せないけど、まあ君はここにね、環境的に残りたいんだろうから残っていいよみたいなね。うん。そういう感じなのかなと。どうしても残したい。いくら払っても。っていう感覚ではないのかなと。 まあ今回のこの文章から感じ取れたなと。もちろん交渉はすると思うんですけどもね。ただそういうどうしても絶対に残したいっていうのが今回は感じ取れなかったなっていう印象ですね。個人的にはね。では前はもっと絶対に残したいみたいな、そしてその自信があるみたいな感覚はね、感じたんですけどもね。まあ今回はそうではなかったかななんていうふうには思いますしね。 まあ結局は翔平が決断する。まあその通りなんですけどもね。まあそうなる自信が今回はまあもちろんね、えー、ここにいたいだろうとは言ってるんですけども、ただ前よりかはなんかそんな自信ないのかなみたいに感じ取れましたね。だってやっぱ贅沢税のところについては超えるけどそこまで大幅には超えないということで、まあそんだけねお金を使って、まあやってはいかれないという感じみたいなので、だからまあ、 翔平の金額がいくらになるかわかんないんですけどもね。うん。まあだから彼を取って、ちょっと超えちゃって、でまあチーム作りとしては、まあさらに大きなところにお金を使うってことはできなくて、まあ今回みたいに分散させて、まあそれなりにいい感じで作るっていう形にはなるのかなと。いうことで、まあメッツみたいにああいう、まああそこまで行くとは思ってませんけども、まあ他のね、 チームとかいろいろありますけど、贅沢税を超えて結構ね、使ってるチーム。そういう風にはなれないというのがまあ、今回のことで分かったので。まあそうなってくるとね、なかなかチーム作りとしてもまあ難しくなる。まあドンがね、抜けた後だったらもうちょっと余裕が出ますけどもね。まあ、それにしても、その分をまた継ぎ込んでっていうことになるのかなっていう風には思うのでね。 まあ、うまく作るっていうのは、まあ、なかなかね、制限がある中で作るっていうのは難しくはなってくるかもしれませんけどもね。まあ、だからその時に下からどの程度上がってきてるかですよね。まあ、もし大谷習間残って、この後ね、ずっとエンゼルスにまあ一応いるというふうになった場合にね、えー、勝てるチームを作るってなると、まあ、補強でまあ、大きなところを取っていくのは多分難しくなってきてくるので、まあ、今そのマイナーに力を入れてて、 まあそこからどの程度上がってきてるかによってっていうことでしょうね。まあなので今回はその2つぐらいですかね、うん、重要だったかなっていうか思ったのはね。まあそんな感じでまあモルノさんが3年ぶりね、地元メディアに語ったというお話でした。えー、続きまして今日のエンゼルスオープン戦情報に行きましょうということで今日はレンジャーズとの試合で6対2で敗れるという形になっております。 ただですね、まあ今日カニングが先発で4.2二ニング2安打1フォアボール 4K ということで、えー、素晴らしい投球ですかね。うん、でまあ1回セミエンを三振でシーガーがセカンドゴルト。でローにヒットを打たれまして、ガルシアをノーストライクツーあーノーボール2ストライクと、まあ追い込んだわけですよね。そこからまあ4連続ボールかな。でフォアボールとしてまあ1、2塁となったんですけども、 ガーバーにセンターライナーということで、まあ、スリーアウトという形で、まあ、このね、えー、ピンチはしのぐと。で、2回はハイムセンターフライ、グロスマンセンターフライ、スミスをショートゴロで3人で抑えますと。で、3回はトンプソンをショートゴロ、セミエンセカンドゴロ、シーガーセカンドゴロと。こちらも3人で抑えて、えー、4回にローにポテンヒットという形で、まあ、えー、モニアックがですね、モニアックと、えー ジオ・アーシェラ、あとフィリップスかなこの3名の間に飛んでってね。で、まあ、モニアックが突っ込んできたんですけども、まあ、取れずに、ちょっとね、怖いシーンだなって感じでね、まあ、ちょっと手首とかやりそうな雰囲気のある飛び込み方で。で、さらにまあ、アーシェラも意外にこう、モニアックが突っ込んできて、こ、アーシェラ側に来たんでね、え上にこう、踏みそうになっちゃってね、ちょっとヒヤッとしたシーンではあったんですけどもね。まあ、ああいうのはね、あのー、 よくね、えー、怒りますので、あそこで怪我しないようにしてほしいなと、うん、思いますけどもね。で、まあ、モニアックも結構怪我に泣かされている部分もあるんで、まあ、調子がいいだけにね、このまままあ、えー、怪我しないでシーズンに入ってほしいっていのありますので、まあ、もちろんトリプル A かもしれないけどもね。だけど、トリプル A で行ったとしても、やっぱりね、えー、そこで調子を上げとかないと上に呼ばれないのでね。まあ、そういう部分でも彼は怪我しないようにって感じなので、 ちょっと怖いシーンではありましたね。で、ガルシアを三振で、ガーバーを三振と。で、ハイムはファーストゴロというところでね。まあ4回もランナー出しましたけども、えー、普通に投げると。で、5回グロスマンの三振で、スミスをファーストゴロと。で、ツアウトのところで、えー、まあ交代という形にはなりましたね。で、まあ、4.2イニングで2アンダム失点で 4K ということでね。あのー、 変化球のキレ。まあね、ねチェンジアップも良かったしね。うん、カーブかなカーブ、スライダーあっちの曲がっていく系も良かったですし。まあ、そんなにちゃんと捉えられたのがあんまりなかったかな。ヒットもまあ、そのポテンとかだしね。うん。で、まあ、ローのヒットということで。だからまあ、あとはね、簡単に3人で抑えてたり、三振も取れてるし。 だからあとはセンターライナーぐらいかな。ガーバーのね、ちょっとちゃんと当たったな、みたいなのはね。それ以外はまあ、ほぼほぼ完全に打ち取れてたんじゃないかな、っていうところで、えー、もはね、この復帰シーズンっていうところで、まあ、どの程度投げられるのか、ちょっと未知数ではあったんですけども、まあ、現状いい形で、まあ、来れてるな、っていう感じですね。だからまあ、そのオプションがあるとかないとかね、いろいろありますし、 まあ、あとね、右左っていうね、あの、ローテに今入ってるのは左が多いとかっていうのを考えるとね、まあそのオプションが、彼はカンニングはオプションがあるので、まあ一応その開幕メジャーに入れとかなくてもまあ大丈夫ではあるんですけども、ただまあそのバリエーション的に考えたりするとね、まあもちろんね、あの、先発機会っていうのはそうはね、少ないとは思うんですけども、 ただまあ右なんでね、えー、結構いいかななんて個人的には思いますけどもね。ただまあデイビッドソンもいいピッチングしてるしシルセスもなかなかやってるのでね、えー、誰をどうするかっていうのはちょっと、えー、悩ましいとは思うんですよね。だからまあそのオプションないところをとりあえず入れといて後で考えようっていう方向になるかもしれませんけどみんな良ければね。ただまあカニングも結構いい感じで飛び出してるかななんていうのは思いますね。うん、その え、デイビッドソン、カニング、シルセス、バリアっていう候補がいて。で、まあ、デイビッドソンとバリアはね、え、オプションがないという状況ではあるんですけども。まあ、だから数値的に言えばどうなんですかね。まあ、デイビッドソンもいいけど、カニングも結構いいですよね。現状ね。だからまあ、右、左、そしてオプションが、えー、あるないかっていうところで、まあ、いろいろ変わってくると思いますけどもね。まあ、昨日も書いてありましたけど、悩ましいことは悩ましいっていう感じだと思うんですよ。誰を入れるかね。 ただまあ、それはいい悲鳴ですからね。まあ、いいんじゃないかなというところで、カニングね、素晴らしいピッチング今日ね、知っておりましたので、えー、よろしいんではないかと。で、その後、テペラが出てきまして、彼は0.1イニング3安打2失点ということで、えー、トンプソンにセンター前、えー、そして続くセミエンにね、えー、まあ、甘返ってツーランオムランという形で、まあ、2点取られると。 で、シーガーにもセンター前、えー、というところでしたけども、えー、ローをショートゴロ、ォースアウトで、えー、まあ、えてと。ただ、この後、多分投げる予定だったとは思うんですが、ペペラが、あの、ね、粘着物質の検査のやつやっててね、まあ、結構審判がしつぼかったんですよね。そんで、まあ、なんか切れたのか知んないけど、退場になりまして。だから、その後、多分ブルペン行って投げてたかなと思うんですけども。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっと、彼もね、気をつけないと、 結構イラつく時あるんでね。まあもちろんわかるけどね、ベルト外せとかなんかいろいろやられててね。でも今回その、今年はそれが厳しくで、やるっていうことを言われてるので、まあしょうがないですよね。従うしかないっていうかね。もちろんめんどくさいのはわかるんだけど。いちいちそれで切れてたらまあどうにもなんないんでね。うん。まあメンタルコントロールでしょうね、そこはね。で、その次が、えー、ムーアが投げまして1イニング2安打1失点と。で、6回、えー、ガルシアがショートゴロ。 ガーバー、ショートフライ。ハイムのセンターフライと、えー。3人で抑えまして。えー、ただ、7回、グロスマンにヒット。スミスミにもヒットを。を、えー、打たれまして。まあ、ここでね、チェンジとなりまして。で、次のエステベスが、えー、トンプソンを三振。で、筒ゴにですね、ツゴさん出てきたんですよ。で、タイムリーヒット打たれまして、筒ゴさんにね。えー、まあ、筒号さんとしてはいいけども。まあ、エステベスとしては大丈夫かという感じですけども。 その次はハフを三振でヘルナンデスをライトフライということで、まあ、一、えー、1点っていうかね、あの、ムアが残したランナーを返されたという形ですけども、まあ点と。ただまあエステベスはやっぱ若干まだね、球抜けてんじゃないかなって感じはありますけどもね、うん。まあそんな感じで、エステベス、ムアエステベスという形にはなっております。で、最後にイニングをバリアが投げまして4アンダー3失点1奪三振ということで、 えまあ8回ですね。オーネラス、ツーベース。で、バリアが牽制でアウトにして、まあ、ランナーいなくなったんですけども、えー、フレジャーですね。えー、懐かしいなということで、ヤンキースにいたんですけどもね。まあ、去年カブスに行って、まあ、結局ダメだったのかなって感じで。で、今はレンジャーズということですけども、えー、フレジャーにツーベーストで、カウリーのヒット。まあ、これはね、ちょっと、 ファーストがね、セカンドの方に寄ってたんで、そこのに打たれちゃったっていう感じでね、うん。まあ、定位置だったら普通にファーストゴロなんですけども。まあ、これで、えー、まあ、ランナー帰ってきて、まあ、4点目と。で、デュランにもスリーベースを打たれまして、5点目と。で、チェニーがショートゴロの間に、まあ、6点目が入って。で、マルティネスは三振に取りますけども、8回3点取られると。まあ、ちょっとね、不運もありつつですけどもね。ただ、 ね、マイナーリーガーね、ほぼほぼ、まあ、あの、フレジャーはメジャー経験者ですけども、マイナー契約。で、まあデュランぐらいじゃないかな、注目というか、まあ、プロスペクト的に言えばね。な、まあ、そこで3点っていうのは、まあ、不運もありつつですけど、ちょっと、大丈夫かって感じでね。で、9回筒号をショートゴロ、ハフピッチャーゴロ、ヘルナンデスショートゴロで。まあ、2イニング目はね、えー、3人で行ったんですけども、まあ、ちょっとやっぱり彼も、 まだ、オープン戦だと2試合目なのかなで、あの WBC 言ってたんでね、WBC でも2イニングぐらいしか投げてないんだよね。ちょっと調整不足感はありますよね。なので、まあね、ちょっともうちょい登板させないと、まあ今日もだから2イニング生かしたんでしょうけどもね、まだちょっと調整不足かなーなんていう気はしますのでね、まあもうちょい投げさせた方がいいかななんていうふうには思いますね。 で、まあ、エンゼルス今日2点しか取れなくてね、まあ、点取れる瞬間はまあ結構あったっていうか、まあヒット7本っていう感じなんでね、まあ8回も相手もね、フォアボールなんかもありつつっていうことですけども、あとね、え、おハッピーさんがちょっとね、あの、ホームでアウトになったシーンがあったんですけども、まあそこも2アウトかなだったんだけど、ちょっとね、なんか、打球が飛んでもツーアウトなんでも走って って言っていいわけなんですけども、なんか、な、何ステップかね、踏んで打球見てたっていうのがちょっとね、紹介されてましたけども、まあ、それでホームギリギリアウトになったのかっていう話でね。まあ、その辺もやっぱりおいおいね、えー、もうちょっとやっていく必要もあるのかな、なんていうふうには思いますけどもね。まあ、アウトカウントはちょっと、間違ってたのかな。うん。本人的にはね、わ、その辺わかんないですけども、若干いらないステップを踏んでたみたいなね、打球を見てね、という感じで放送されておりましたけどもね。 まあそういうのもありまして、まあ結局2点しか取れなかったという形で今日はまあ負けておりますけども、まあバリアですね、うん、は良かった。バリアじゃない、カニングは非常に良かったと。でまああとはちょっと、うん、っていう感じですかね。で、ムーはもうまあ、ランナーを出してで、まあやっぱりこう、いろいろな調整も含めて、えー、回またいでランナーを出して、まあそこからまた違う人を行かせるみたいなことをやってると思うんでね。 まあ、ムーア自身の知ってにはなってしまってるんですけども。まあ、その辺はね、ちょっと、まあ、本番だったらね、自分で行くかもしれないしね、わかんないんですけどもね。だからまあ、ええー、まあ、今日はカニングだけ非常に素晴らしくて、まあ、あとはちょいちょいの人とちょっと良くない人とみたいなことだったかなと思いますけどもね。まあ、でも、ちょっとシーズンの始まりがね、近づいてるんでね、まあ、しっかりと調整していってほしいんですけど、今日はまあ、 あの、開幕したらいるのがほとんどの選手なんでね。まあ、ちょっとあんまよろしくはないかなと、その点に関して言えばね。うん。とは言いつつも、えー、この辺の人たちはまあほぼほぼいるという感じであるので、まあ、どうしようもないですからね。うん。全員ね、ねいなくならせるなんてことはできないので、調子が悪そうだかっつってね。だからまあどうにか調整してくれという感じに言うしかないんですけどもね。まあ、そういう感じで、えー、あとは調整していってほしいと。 だからまあ先発ピッチャーのが割と順調かなっていう感じですよね。あのー、デトマズとかも良かったし。だからあとリリーフですよね。うん。まあリリーフがもうちょいね、えー、良い感じで調整していってくれたらまあいい感じでシーズン進めるかななんていう風には思いますね。あとあのー、今日ドゥルーリーがね、えー、出るって言ってたけど出なかったんですけど、まあ別にそんな問題はないみたいで、シーズン中だったらまあ別に出れるけどね。 ま,あまだシーズン中じゃないから無理はしてないっていう感じらしくて。だからそんなにね、心配することではなさそうらしいんですけどもね。もうそういう感じの、えー、今日の試合でした。えー、あとその他エンゼルス情報としてはですね、えー、まあベンジョイスを含む全てのね、リリーフ投手がスプリングトレーニング終了する前にですね、連投するということをね、えー、ネビンちゃんが述べたということで、 まあただし、えー、その連投の次のね、2番目のゲームはマイナーリーグのゲーム、またシュミレートされたゲームになる可能性があるということでね。なので、まあ、ああのー、連続のね、えー、連投でジョイスをテストする場合は、開幕メジャーが本当にね、ちょっと可能性としてはあるかもしれないという話を、まあ、昨日でしたっけまあ、ね、昨日かおといだかちょっとしたと思うんですけども、それは本当に実行されるみたいで、 まあ、ジョイスだけではなくてね、他の選手もっていうことなんですけども、ただまあ、その中にジョイスが含まれているということは、えー、可能性としてはね、ちょっとは上がってきてるのかなということで、まあ、本当にね、連投するというテストが行われるということなので、まあ、エンゼルスが開幕のね、ロースターに彼を真剣に検討していることを示しているということで書いてありますね。なのでまあね、うん。 イピッチング続けてるから、まあ、検討せざるを得ませんよね。実際ね。枠の問題とかあるんですけども。ただね、うん。使ってみてもいいんじゃないかっていうね、気持ちが湧いてきてるのは、まあ、当たり前にあると思うしね。まあ、魅力的ではあると思うんでね。まあ、そこですよね。なので。まあ、でもね、まだここまで残ってるんでね。うん。まあ、まだまだ可能性はあるのかなと。最後の最後までちょっといてね、どうなんだろうっていう、開幕の直前まで、まだメジャーに残っててね。 っていうところをね、ちょっと味わうのは楽しみかもしれませんけども。まあその前にもうね、ちょっとマイナー1になる可能性もありますけどもね。まあそうなってくるとまあドキドキ感はないんで、まあ最後どうなんだろうっていうところまで行ってくれたらまあ面白いかなっていう感じですね。でもまあその開幕メジャーじゃなかったからといってね、落胆する必要はなくて、まあ基本的に今シーズンちゃんとやってれば絶対どっかで上がってくるとは思うんですよね。ただまあもちろんそのエンゼルスが 勝ってる時に上がってきてくれたらいいですけどもね。で、まあもちろんもうポストシーズンなくなっちゃったって言った後でも、まあ上がってきて経験を積ませるっていう可能性はまあ十分にあるとは思うんでね。まあどっかしらのタイミングでは今年見れるとは思うんですよね。余計な怪我とかしなければね。なので、えー、まあそれは楽しみにしたいなという形ですね。 続いて WBC ですけども、えー、アメリカが9対7でベネズエラに勝ったということでね、えー、まあアメリカも準決勝進出ということが切りりましたと。でまあね、まあ1回に3点取ってね、ベネズエラ2点取り返して、でまあアメリカがまたね、えー、4点目取ってという形でね、4点目5点目といった形だったんですけども、まあ5回にね、えー、ベネズエラ4点取って、まあ逆転と。 いう形になりましてね。7回にも、ま、ピンチをしのいだ後に、えー、また1点取ってね、えー、点差を広げて、あと8、九ということで、まあ、決まったかなって思ったんですけどもね。八、えー、8回グランドスラムということでね。まあ、あキハがいいとこと悪いとこが出ちゃったのかなっていう感じのね。だからまあ、あの7回で、やっぱり、エンゼルスでもそうですけど、買いまたぎというかね、そこを行くとちょっと良くないみたいな時ありますけども、 まああの気合でも終わっといた方が良かったのかな、みたいな感じではあるのかな、なんていうふうには思うんですけどもね。まあでもしょうがないですけどもね。まあでも結果、そういう形にはなっちゃったのかな、っていうね、うん。ランナーをこう貯めてね、交番して、でまあ行かれるという感じにはなっちゃったのかな、とは思いますけどもね。まあしょうがないですが、まあ、えー、ベゼゼーもね、勝ったかなと思ったんですけどもね、なかなかやっぱ野球ってわからないということでね。 で、あと、アルトゥーベがね、デッドボール受けて多分親指が折れてんじゃないかという話ですけども、まあまあ、もろに当たってますんでね、ちょっと、うん、やばいかもしれませんね、あれはね。まあだから、これはね、野球の中で起こったことなんで、まあ仕方ないですけどもね。まあやっぱりちょっと怪我にも出たということでね。まあ、やっぱり WBC のこの時期にやるっていうことについてもね、いろいろと言われてるとはありますけどもね。 まあでも結局、それはね、スプリングトレーニングやってても同じようなことではあるのでね。まああの、しょうがない部分もあると思うんでね。プレイする自体はね、うん。まあそういうことはまあ、つきものではあると思うんでね。ただちょっと心配ですよね、うん。多分折れてるという情報ではあるのでね。まあそんな形でちょっとまた怪我人は出てしまったという形ですけどもね。アメリカが9対7で勝利したということにはなっております。 で、まあ、これで、えー、準決勝が、まあ、決まったかな、というふうには思いますのでね。えー、先に日本と、えー、メキシコがね、やるとは思うんですけど、えー、日本時間の火曜日ですかね。で、あ、違う。日本時間の火曜日が、えー、メキシコと、えー、日本で、明日やるんですね。うん。そうそう。明日になったんだ。キューバとアメリカがね。だから、まあ、今日やって、 で、また明日もうすぐ準決勝なんですよね。だからおかしいわけですよね。メキシコは、えー、ね、間が空くわけですけどもね。だからまあ変な、やっぱね、ことにはなってますけどもね。まあとりあえず明日だからキューバー、アメリカがあんのか。まあだからこれどっち勝つかですね。で、まあメキシコ、日本があってと。で、次の日が決勝という形になりますので。まああと WBC もだから3試合ってことですね。まあここまで盛り上がっていて、まあなんだろう。 観客入ってるね、数も平均値もですね、えーまあ、前回とかを上回って、まあ日本もすごかったですけどもね、まあアメリカのラウンドもまあまあお,、ね、お客さん入っていて、えー、平均のね、観客動員も、えー、上回っていて、でまあ売り上げですか、えー、いろんなグッズとかの売り上げも、まあ現時点でも過去最高になっているとかいうね、ニュースも出ておりましたので、あの全体としてですよ、日本だけじゃなくてね、 まあ日本も相当貢献しているとは思いますけどもね、グッズの部分なんかはね。ただまあそういうことみたいなのでね。まあ盛り上がりはね、えー、まあ以前よりは起きているのかな、なんていうふうには思いますね。で、まあ、昨日もねコメントで、あのー、ね、2006年、2009年とね、日本はまあ勝ったわけですけども、まあその時に比べるとね、スターが出てきているっていうね、アメリカもね、っていうコメントあったんですけど、結構ね、そのイメージあると思うんですよ。 だけど、まあ、日本もね、その、まあ、優勝したんですけども、多分今年のその、なんてうんだろう、一発で終わりみたいなトーナメント式だったらね、えーまあ、敗退してたわけですよね。なんか前のって、えー、負けても、なんか敗者復活的なね、こっちの山にまた行ってみたいなのがあったじゃないですか。そういうのがないんでね、今回は。本当にもう、今回の戦い方って一発で終わりっていうのが多いから、もう、あの、準々決勝からはね、 なので、なかなか難しいかなと思うんですけど、そしてまあ、アメリカ、ね、最近本気出してきたみたいなあるんですけど、イメージ的にね、皆さんもあると思うんですよ。ただ、2006とか2009とかも、まあまあなメンツ出てるんですよね。だからね、意外とこう、では負けてるんで、まあ本気出してなかった的なオーラあるんですけど、意外とね、選手見てみてもらえばわかるんですけど、結構ね、有名なところは出てるんですよね。それでも勝ててなかったっていう感じで、うん。まあ、 ねえ、いろいろこうバランス的なものもあると思いますけどもね、えー、意外とイメージしてるよりいい選手いっぱい出てるんでね、ちょっと2006年の WBC アメリカ代表とか、2009年の WBC アメリカ代表とか、調べてもらうとね、あ、結構こんな選手出てたんだってなりますから、うん、なかなかね、まあ今回もすごいですけども、まあその前とかもまあまあな選手をね、その勝ってない時もまあまあな選手は出てるという感じではありますけどもね。うん なのでまあ日本的にはまあ、今回ね、メジャーリーガーのね、選手結構ね、出れて、まあ、鈴木聖也さん出れなくなっちゃいましたけどもね。うん。まあ、だから日本も前もね、メジャーリーガー結構出てるタイミングもあったしっていうのはあるんですけどもね。まあ、今年は、かなりそれに近いようなえ人数はね、出てるのかなとは思いますけどもね。まあ、なのでもうメキシコ戦、えとりあえず頑張ってもらって、あとはまあ、決勝でまあ、アメリカとなるのか、 まあそのね、えー、シナリオが一番面白いかなと思いますし、まあまたね、えー、まあキューバ、アメリカがどうなのかわかんないけども、まあまたアメリカ、メキシコってやってもなんかね、うん、って感じですから、まあ最高のシナリオとしてはやっぱりアメリカと日本がやって、決勝って感じなのかなとは思うんでね、まあそうなるようにとりあえず準決勝頑張ってもらうだけですね。で、あと、 これね、まあ別の話が WBC 関連ではあるんですけども、今ね、MLB ショップ、日本のね、MLB ショップっていうのができてるんですよ。あのネットで買えるんですけども、ちゃんと公式のね。そこに、まあ、ペッパーグラインドの、ペッパーミルのね、あの、ヌートバーと、あと大谷翔平っていうね、T シャツが受注かな多分受注生産だと思うんで、えー、まだね、普通に、 急がなくても買えるんだとは思うんですけど、まあ僕も注文しましたけど、ちなみに言うとね。で、ちょっとね、その MLB の公式オンラインっていうところでね、えー、ちゃんと日本版のやつがありまして、そこにペッパーミル T シャツっていうのがね、今出てますので、えー、紺色の、まあ普通の大人用のやつと、赤色のやつと、えー、キッズもね、赤と紺とありますので、 ちょっとね、欲しい方はね、見てみてください。結構、まあ、この画像今載ってると思うんですけど、結構可愛いというかね、うん。まあ、いいんじゃないかなと思うんでね、うん。まあ、あんまりその記念 T シャツとは買わないんですけど、まあ、着れないからね。これはまあ、あ着ててもいいかな、みたいな思ったんで、ちょっと注文してみました。で3月の、えー、27日の12時まで、あの、多分これ昼の12時だよね。まで受注って書いてあるので、多分、 えー、そこまでだったら売り切れとかにはならずに買えるのかなと思うのでね。まあ、欲しかったなーってなってまたね、多分これ転売しようとして買ってる人もまあいるとは思うので、まあそこから買わないようにですね。えー、欲しい方は先にも3月27日までなんでまだ余裕はありますからね。まあ先にちょっとここで受注しといてですね。まあお子さんいる方なんかは、えー、ご家族で来たり、まあ赤もあるのでね、えー、まあ奥さんと 子供とね、自分は混んでとかね。まあ、そういう感じでね、やってもらえたらいいのかなと思いますのでね。えぜひ、えー、欲しいと思う方は先にちゃんと買っといてくださいというお話でね。まあ、ちょっとね、えー、高いかもしれないけども、うん、えー。僕はね、ネイビーをちょっと注文しておきましたのでね、えー、ぜひ本当に欲しいという方がいましたら先に買っといていただけたらなというふうに思います。 ということで、まぁ、あ、WBC 明日が、えー、準決勝1試合目で、あさって日本戦、そして、しあさってが、えー、決勝ということでね、まぁ、あ、決勝まで残れることを、えー、祈って、えー、火曜日ね、えー、頑張ってもらいたいなと思います。えー、続いてですね、まぁ、あ、ちょっとなんか昨日話題になってたんですけど、あの、高校野球でペッパーミルやってね、怒られたみたいなね、怒られたっていうかまあ注意されたみたいな話で、えー、ちょっと話題になってましたけども、まあね、 そうだよねっていうかね。うん。まあ、それが日本だよねみたいな感じで。で、まあ、ヌートバーになんかね、そういう、それについてどう思うか的なことを聞いたらしいんですよね。そしてまあそこまでね、あの、浸透しているというか、えー、広がっているっていうこと自体クールに思うってことでね。まあ、その、なぜそれがダメっていうことはよくわかんないけどみたいな。まあ、えインタビューだったみたいなんですけどもね。まあ、昨日なんかやったのはその、相手がエラーしたタイミングでやっちゃったらしいんですよね。 で、まあ、それはどうなんだろうっていう話もあるんですけど、もちろんね。ただ、あの、おそらくですが、まあ、昨日ツイッターにも書いたんだけど、多分ヒットとかでや、ね、打ってやってても怒られたと思うんですよ。注意受けたと思うんだよね。で、まあ、それはもうね、日本だがしょうがないみたいなね、感じなんですけども。まあ、なぜダメだかっていうのはね、まあ、だから余計なことするなっていう感じなんですよ。うん。 まあ多分、高校野球をこう見てきてる方とかやった方だったら分かると思うんですけどもね。まあもうそういう組織というか、感じなんですよね。うん、残念ながらね。で、まあこれは多分、まあ今もね、ちょっと続いていっちゃうかなと今後もね、思いますし、まあ体制としてはもう、まあ多分管理してる人というか、まとめてる人というか、運営してる側もね、うん、変わっていってないと思うんでね。 まあこれはもうしょうがないかなと思いますよね。別にやってもいいじゃんっていう思う,思うと思うんですけど、うん。ただまあ余計なことすんなっていうのは多分言われるんですよね。だからまあこれが日本の高校野球だって感じでね。うん、まあ残念でありますけどもね。まあもうちょっとなんかね、変わっていってもいいとは思うんですけども。まあ結局多分変わっていかれないんだろうなっていうのはありますよね。でまあなんか、そのここのとこね、そのまあ、高校野球に限らず、 指導法については、ま、いろいろと、ええー、まあ、言われているので、まあ、若干は良くなっているかなと思うんですけどもね。まあ、それではまだ暴力事件とかなんか出てきますからね。まあ、もちろん、えー、出てきてないだけで、うん。今ね、その、いろいろと手段があるので、出てきたっていうだけでね。まあ、前からもう、いっぱいあったわけですよ。ただ言わないだけでね。なので。 まあ、その点については、まあ、若干は良くなってるのかなとは思いつつね。あとは、その、なんか知らないけど、絶対、まあ、絶対ではないけど、基本的に坊主じゃないですか。それも普通に考えたらおかしいんだよね。うん。なんで坊主にする必要があるんだっていうね、感じでは思うと思うんですけども。まあ、だから自分が好きでやってればいいと思うんですけどもね。なんかそれやんなきゃいけないみたいな感じですからね。で、まあ、もともとね、そうじゃない学校もあったし、まあ、最近それをやめた学校とかも結構あるんですけども、 だからさ、おかしいなって思い始めたんでしょうね、基本的に。うん、なので、まあ、その辺からまあ変わっていくのと、まあ,あ、とその審判側もですよね、うん、まあ、なんか余計なことはするなとかね、うん、いう形で。まあ、もちろんその、ね、めちゃくちゃ挑発でやってたらちょっとあれなのかもしれないけどもね、別に普通のね、それなりな、まあ、髪型だったらいいと思うんでね。 だからまあ、いろいろとね、え、い方に、今風にというかね、時代にあって変わっていってほしいなと思うんですけども、まあそう簡単にはいかないしね、まあそれがやっぱ高校野球と、まあその野球連盟っていうところはね、まあ体質的に難しいかなとは思うんでね、まあ今回のような形にはなったのかなと思うので、まあだから、巷たではそのエラーした時にやったからだって言われてるんですけども、決して僕はそうではないと思うんでね、うん。 結局はそういうことはやるなと絶対言われたと思うので、まあなんだかなという日本の高校野球と、えー、そしてまあ野球連盟がなんだかなという感覚はまあずっと持ってますというお話ですね。ということでね、えー、本日もちょっと喋りすぎて長くなっていると思うので、えー、今日はちょっと雑談はなしでこれで終わりたいと思います。えー、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、コメントよろしくお願いします。で終おります。